ですけども、では早速、ここから監督の方に行きたいと思います、アウターマン監督、川崎実監督です。大きな拍手をお願いします。特撮セットあるんですよ。
はい、これもう今日自体がもうね、お金かかってしょうがないんですよ、はい、今みんなちょっとグリーンバックだから、はい、昔つばらやかの川北監督が、ね、はい、バーッとね、組んでセット、はい、さあどうですかっていう取り方はもう出てこないじゃないですか、はい、じゃこれはもう本当に予算ないんだからね、うん、今回は最後ビル1個だけ僕はしましたけど、はい、本当の映画ではあれをね、あの今やってる樋口真嗣の映画とか、はい、シン・ゴジラ、これを、はい、30個くらい壊してるんですよ、はい、1個しか壊してないんですよ、なかなかね、こんなになったら全然、昔でいうね、ああいう立ち位置が決まってるんですよね、そうそうそう、うん、でこんなウルトラマン、頭入ってるのは、はい、あの和田三四郎っていうね、はい、ウルトラマン、メビウスに入ってたやつなんですよ、だからちゃんとしてるんですよ、はい、だから、でもまあ、結局はね、だけどウルトラマンですね、はい、あるんじゃないかって言われてそれまでなんですけど、はい、やっぱりその僕の師匠は実相じゃなくて監督だったんで、はい、師匠っていうかまあ、監督止まっちゃったんですよ、だからそういう、なんですかね、まあ、見た目を信用するなって、うん、だからこのウルトラマンってのは、僕はウルトラマンいいやつだったんですよ、はい、初期のウルトラシリーズはその辺失敗してね、はい、全面の人間だし、そうですね、はい、うん、そういったことをちょっとどうしてもみたいなのかっていうのがあるんですよね、昭和とね、平成のね、機械の割合を伝えて、戦争でそこが割合を伝えて、ウルトラマンって一本で脚本書いてるよ、はい、うん、まあ、平成と昭和の違いとか、はい、まあ、いろいろと思ったけど、うん、まあ、なんかこんなバカが広げてもいいじゃないかっていう、そういう程度だと思うんですよね、政治の割合方はね、バカ政治バカ政治ってダメですよ、これ昨日も青春は飯島敏郎かって、バカ政治を作った、はいはい、もう、ね、そのタイソンですよ、はい、監督に当てるんですよ、はい、これを、すみません、使ったら許可もなくてすごいですね、もう見てたもんね、で、真夏牛さん、あ、真夏牛さん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 、最後、真夏さんがこう、なんか指輪見せてたの、はい、レオリーグ、あ、自分が連帯してたの、あ、なるほど、こっそりセルフでこういうのとかありましたね、あれね、あれもレオですよね、完全なのではあのレオの歌がね、うん、俺のレオ。いや、マラトリオさん、本当ね、はい、これ乗ってくれてね。はい。うん、本当、これ面白いって言ってます、うんうん、撮影中なんかどうですか、もう、演じてる方が、ね、面白くなって、笑って NG が出ると、そういうのはないですかね。僕の映画だから、はい、高橋さんと、はい、日本が出るチームの地球を見越して、はい。次、真面目にやってますから、はい。真面目なのがおかしいっていう。ね、皆さん、すごい。ああ特にシルビー星人のゲロっていうね、はい、あれ歌手のその子なんですよ、はい、ですごい人気のテーマが来てるので、はいはい、すごい芝居が良くて、うん、よかったです驚きましたよ、ね、はじ、いはい、ね、めアーティストが聞いてたんで、そうそう、ちょっと心配してみたら全然あのよかったちょっと若い頃の真夏美さんにちょっと言ってたんですね、はいはい、すごい前に、うん、よかったなと思って、はい、でもちろんイケメンの周谷慎吾も今日来たかったんですよ、はい、なんか、すごい。あの日もね、面白かった。でも、キャスティングする。はい。いや、ありがとうございます。はい。でも、皆さんね、笑顔で、いや、それも良かったですよね。面白かったですね。この、なんか、ね、はい、質問があるが。ありますか？ないと思いますけど。はい。そんな感じ大丈夫ですか？ね、今日は、はい、ね、終わったら。あ、そうです。そうです。今日に、入場の日は、監督からのね、クリスマスプレゼント。ね、写真、皆さんにサインをもらいますので、ね、パンフレットを買っていただくとサインして、はい、そうです、パンフレットとあとホットブックがありますので、これをお買い求めになりましたらお買い求めの監督がサインをしていただきます。あと最初の5人の方には、はい、僕は DVD を差し上げます。あ、そうです、みんな出てしまいます。この作品はでも、はい、東映ビデオからね、これ東映から出るんですよ。東映ビデオから僕たち東映に発売されてしまうっていう、はい、そういったことじゃなくてんですけど、でもまだ1週間ここで上映があって今日から1週間ね、2月、来年なんで、はい、今もそういう時代なんです、はい、ね、やっぱりね、スクリーンで、ね、見ていただくので、ね、さっき DVD で見てしまうとね、非常に懐かしさもあったし、その新しさもね、そういう使いとか出てきましたし、ね、それも使いネットでする電話、あ、ね、あれでも出てきたから、うん、あの変かなと思ったの、ね、で、あの部屋にね、ちょうどイカレスが、ね、
上がりました。細かいとこ見たら、はい、地球防衛、10防衛2防衛もっと言うと、あのマラティルさんがつけているワッペンは、はい、そこら辺の公式ワッペンわかれないよそこは、わかれない。そこらのぼるさんが、俺とタモリさんだけにくれたワッペンあ、それを逆さに貼ってるそれもわからないそれはわからないですよもうそのポスターね、入れなければ細かいところを一回入れてるんじゃないかな、ね、もう一回みたいなギャラクシーカイドじゃなくてギャラクシーウエストじゃなくてアウターマンということで、はい、このアウターマンってのはその、ね、ウルトラマンじゃなくてアウターマンって、ねはいはい、外から来た男って言うんですよ、はいはいはい、アウターレミチっていう映画があって、はい、テレビがあって、ね、その続編みたいな感じでアウターマンって名前 で外国人がねあのウルトラマンってアウターマンって、はい、なんとか勘違いさせたい、はい、あれ吉井さん本当にいけるすごい世の中いろんなことがね、あってもね、はい、お話聞いたら、もう一回聞いてみましょう。そうあのでね、来年もね、はい、実はね、はいあの、映画作るんですよ、はい、特撮映画、はい。ということはもう分かってますよね、はい。あの怪獣映画にぶつける映画をいっぱいやってやります、ねはい。当然ここでやると思うんですけど、ね。これはあのね、はい、こう樋口とあるの。はい、もう昔から知ってますけど、はいね、僕は10億円で、はい、こっちは100分の1から、ねはい、やる映画を、はい来年撮ります、はい、多分ここでやると思って嫌がられるから同時期ぐらいにぶつけるんでね相談するみたいなね、はい、これからもよろしくお願いします。映画もね、あのこのこちらの劇場では1週間この時間ですね、デートの視聴ですのをやりますので、はい、あのぜひいただきまして、まだ年明けのやつはありますね。はい、はい、今週のレポートは来週のホテルに FM アリアの9時以内ですね、はい、ご紹介させていただきます、来週は名古屋ですね。名古屋の上です、はい、名古屋26日から、はい、今大阪と東京です、ね、そうですね、はいはい、名古屋の方にもお友達がいましたらご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ後でちょっとそれにいますはい、ということでなんか俺も殴りたい直接感想待ってていただいて、ね、大阪なんで、ね、直接感想とか言っていただきますありがとうございますので、伝統パンフレットとお買い求めいただきまして、と思います。はい、どうも今日は遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。